日本千葉県柏市朝日町朝日町は千葉県柏市の町名。現行行政地名は朝日町1丁目から朝日町8丁目。郵便番号277-0852。常磐線の北西方向に東部の打線に沿って伸びていく。周辺には柏、末広町、名言、中央町、泉町、向原町、豊か町、吉野沢、豊平町、 富里がある。柏駅近辺の1970年代に開発された区域のため商業地としてよく利用される。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば旭町6-1の47の地点で12万5000円平方メートルとなっている。1954年旧柏町が柏市となった際に大和志古田より分離し、 自浅町として独立。1968年1月1日の柏市第二次新住居表示実施に伴って、浅比町2丁目4から7丁目が旧浅比町及び豊か四季の一部から8丁目が旧浅比町及び四古田の一部より分離され、追って1970年6月1日の第三次新住居表示実施時に浅比町1、 三丁目が、民原町及び旧朝日町、豊か四季の一部より分離し、現在の町域が確定された。2019年1月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町内には、常磐線、東部の打線が通っている。ほとんどの地域は、柏駅が一番近い。 朝日町八丁目の一部は柏駅より豊敷駅の方が近い地域もあるが、交通の利便性を考慮すると、豊敷駅よりも柏駅の方が使いやすく、朝日町の全域はバス利用なども含めて柏駅の利用が多い。柏市消防局朝日町消防署があるが、所在地は朝日町ではなく、四股田である。また、柏駅の駅前に朝日通りという通りがある。 ありがとうございます。